はいどうも、寺子屋さ寺子さでございますえ。今回はですね、日本史、慶光天皇について語っていこうと思いますので、よろしくお願いします。時は71年から130年の間、この人もですね、143歳まで生きた方です。息子にですね、山和剛という人がいます。まあ、九州のですね、熊祖というですね、山戸政権に歯向かう、えー、集団がいたんですけど、そこをですね、征伐したのが山和剛ですね。 まあ、伊勢神宮ですね、草薙の剣を手に入れて、息子国の江見氏もですね、平定したというところで、えー、日本でめちゃくちゃ強い人といえば山ケルです、まあ。三重県のですね、神山市ですね、えー、病没、30歳で病没してしまいますけれどもね。今日熊祖っていうものはですね、伊佐尾っていうね、頭と、招集団のチームリーダー、剛という人がいましたよと。この山ケルとこの剛がですね、